様々なボギー台車に対応できる、機関可変車軸などがある。香港 MTR、ワシントンメトロ、サクラメント地域交通、アレゲニー軍港湾局など、世界各地へ、各種の鉄道車両を納入している。最新の顧客の一つは、アイルランドの国鉄であり、多くの客車と DVT を発注した。マイ2009年に、部分開業したイスタンブールアンカラカン。 高速鉄道向けの電車を製造するなど、高速車両の設計、製造にも、積極的である。2004年2月、レンフェは、時速 250km での地域輸送サービス向けに、交流 25000V、直流 3000V 対応の機関可変電車を2006年10月から2009年5月まで5億8000万ユーロで、同社とアルストムから購入する契約を結んだ。 また、2005年8月24日、当社は、メキシコシティ都市圏郊外鉄道の30年間の、車両供給圏及び鉄道建設圏、運営圏を連邦区から得た。マドリード地下鉄に納入された、新型車両カフは、コンストロクシオネスワイオーグジリアでフェラコリリズの当事語である。設立当初は、コンパニーアオーグジリアでフェラコリリズの当事語であった。 1860年に、ドミンゴ・ゴイチア、マーティン・ウサビアが、ジョゼ・フランシスコ・アラナの3名が、パッドリングロとシリンダ回転を中心業務とする、ファブリーカ・デイエロス・サン・マーティンを設立した。1892年にフランシスコ・デ・ゴイチアは、ラ・モキニスタ・ガイプズ・コアナを設立するために、ザ・マルキス・オブ・アーキー・ジョに加わった。1898年より、 ギプスコアにて計画を開始した。1905年に社名をファブリーカでベーゴンズでベアサインへと解消した。コンパニーやオーグジリアでフェラコリリズは、貨車製造に特化した会社として1600人の従業員を抱えて1917年に設立された。スペイン内戦後の事業拡大に対応して1940年にイルーン工場が設立された。カフは、 スペインの鉄道再建に貢献した。1954年に、カフは長距離列車用車両及び地下鉄車両製造の広範な経験を持つサラゴサのマテリアルモビール Y、コンストロクシオネスの経営権を得た。1958年以降会社は近代化して、ベアサイン工場を拡張し、あらゆる種類の鉄道車両製造へと事業を拡大した。 1969年には研究開発部門を創設し、競争力を高め、自社開発技術に重点を置いた。1971年にマテリアルモビール Y、コンストロクシオネスに合併された、コンパニアオーグジリアーデフェラコリリズは、現在のコンストロクシオネス Y、オーグジリアーデフェラコリリズという社名を使用し始めた。ありがとうございます。